こんにちは。ビハインヤ株式会社の松村です。今回もですね、ちょっと私が読んだ漫画、ご紹介させていただきます。今ちょっと手元にはないんですけれども、ヤングアニマルでですね、連載されている3月のライオン、こちら、ご存知の方も、多いかと思います。海野さんの作品ですね。で、やっぱりなんでしょうね、結構海野さん他にも有名な漫画多いと思うんですけれども、どんな作品にも共通することなんですけど、すごい独特のテンポ感で話が進んでいってですね、なんて言えばいいんでしょうね、なんか大きな物語をどん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 先に進めていくっていうよりは、結構細かな、なんでしょう、本当に生活に紐づいた話であったり、あるいはちょっと大きな話もあったりするんですけども、そういう小さな話が積み重なって、なんかだんだんと話が進んでいくって、そんな感じがですね、すごい独特で大好きですね。なんかそれだけキャラクターがいろんな側面から見えてきて、なんか一つのことに対してすごい突き進んでいくっていう姿もかっこいいんですけど、そういった描き方の漫画っていうのもですね、かなり面白いので、ぜひともですね、興味のあるという方いらっしゃいましたらですね、一度3月のライオン見てみていただければと思います。弊社もですね、アニメゲーム漫画業界の求人サイトラクジョブということで、いろいろとですね、求人の情報もございます。中には漫画のですね、編集募集していますっていうような話もあったりしますので、ぜひともですね、興味のある方いらっしゃいましたら一度ラクジョブ検索してみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。